どうも小です。僕は今大阪南港フェリーターミナルに来ております。今日は2021年12月16日後ろに見える名門太陽フェリーフェリー京都の就航日となります。運よくチケットを手にすることができましたので、今回の動画で皆さんに新造船の様子をたっぷりとお届けしたいと思います。で、実は僕は2日前に行われたこの船の内覧会にお招きいただき、中の様子を見てきたんですね。その時に全てのお部屋と全ての施設動画に収めることができておりますので、今回は余すことなく新造船の様子を皆様にお届けしますので、お楽しみ。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速乗船していくわけですが、こちらの大阪南港フェリーターミナルアクセスになりますが、とっても素晴らしいです。今ここデッキに立っておりますが、こちら側を見てみるとなんと鉄道が乗り入れているんですね。フェリーターミナル駅という駅を降りてすぐということで、まあ、大阪難波からだと40分ぐらいで地下鉄を使って訪れることができます。はい、鉄道降りたらすぐにこんな感じでフェリーが見えるんですね。で、今目の前に見えているのはこちらは名門太陽フェリーの第1便となっておりまして、第1便のダイヤはこんな感じで、大阪南港5時に出発して向こう新門司に朝の5時半に到着するという感じです。で、今から僕が乗るのはこっち側ですね。はい、こちらターミナルの右上のところにちょっと赤い煙突が見えると思いますが、あそこに新造船が待っております。こちらが第2便でフェリー京都、ダイヤはこんな感じで、これから夜の7時50分に大阪南港を出発して新門司に朝の8時半に到着すると、約12時間の船旅となります。ターミナル中に入るとこんな感じですね。左手にはオレンジフェリーの受付もありますが、今回乗るのはこっちですね。名門太陽フェリーの受付になります。はい、そしてちょっと外に出てきましたが、こちらが新しい新造船フェリー京都の外観となっております。めちゃくちゃ大きいですね、やっぱ近くで見ると。で、これ全長がどれぐらいあると思いますか？こちら195メートルありまして、以前の2002年就航のフェリー京都2は163メートルということで、約30メートルも大きくなっているので、とっても存在感がありますね。ちなみに2015年に就航を開始したフェリー大阪2とフェリー北九州2は183メートルなんで、さらにそれよりも一段階大きいんですよね。なんかすごいスタイリッシュになったなっていう風に感じるんですけど、これ古い船だと真ん中のトラック車を積む部分が吹き抜けになってるんですよね。それがこんな感じで吹き抜けがなくなって、表面が白くなって外観がちょっと変わったというところですね。個人的にはこっちの方がかっこよくて好きですね。はい、今乗船手続きをしてきましたが、やっぱね、新造船なんで結構たくさんの人が並んでいましたね。で、発見しまして、今回泊まるお部屋はスーペリアと、まあ、お部屋の紹介は後でしますね。で、こちらが就航記念グッズですね。絵はがきとトートバッグがもらえました。はい、今時刻は6時で乗船開始は6時半頃からできるということで待っておりますが、ご覧のようにたくさんの人がいることが伝わるかと思います。もう並んでる人もいますからね、乗船口前で。はい、それではこれから乗り込もうと思いますが、6時10分ごろにゲートがオープンしまして、今乗り込んでおります。結構たくさんの人がいますね。以前はね、この右手のターミナルを古い船は使ってたんですけど、今回は新しい船ということで、ちょっと飾り付けがされていますが、新しい船は大きさが大きくなっているので、向こうの古い方のデッキだとちょっと小さすぎて入らないということで、ここの停泊所も新しくなったということですね。はい、で進んでいくと、こっちは愛媛と就航しているオレンジフェリーが見えますが、僕が乗るのはこっちですね。ちょっと窓を覗いてみると、ああ、これですね。これから乗り込む新造船が目の前間近で見えます。はい、そして進んでいくとこちらですね、あれを渡って船に入ることができるということですね。なんか国旗がありますけど、これはあれなんですかね、就航記念ということで飾り付けで国旗をこうやって飾っているんだと思いますが、いつもはこんなの見ませんからね。
い、それではまずは早速お部屋に入っていきますが、今回泊まるお部屋こちらですね、スーペリアというお部屋になります。中に入っていきますとこんな感じとなっております。このスーペリアは名門太陽フェリーでは初めてできた客室タイプとなっております。奥にまず行ってみるとベッドが3台あるんですよね。まあ最大3名まで泊まることができる広々としたお部屋で、これを一人で使うのはちょっと今日は贅沢すぎますよね。で奥の方にテレビがあって窓があるので、こっから神戸の夜景とかを眺めることができるんですね。で、こっち側アメニティがこの部屋ついてまして、ミニタオルとナイトウェアがあります。はい、そして枕元にはこんな感じでミニライトとコンセントがついております。メガネ置きもありますね。そしてこっち振り返ったところに右手エアコンのスイッチ、そしてテーブルもこんな感じでありますので、まあ、パソコンの作業とかお化粧とかここで広々使いやすそうですね。で、ここには、はい、湯沸かしポット、裏にコンセント お茶ですかね、そしてティッシュとあって、あ、これ見てください、ほらペンライトがありますね。本日19時40分よりフェリー京都初便のお見送りイベントがあるということで、まあもちろんこれはね、外に出てどんな感じかお伝えしようと思います。で下に椅子がありまして、こっち側クローゼットですね、クローゼットには、スリッパ、そして上にハンガーが置いてあって消臭ミストもありますと。そしてこの部屋はこれですね、なんと水回りがついているんですね。開けてみると、はい、こちら洗面台があって、こちらトイレ、そして奥にはなんとシャワーまでついております。なんでまあ一応このお部屋はもうホテルのような施設で、お部屋の中で全てが片付く形となってます。バスタオルも当然上に準備されていて、こちら側には歯ブラシとかハンドソープとかそういったものが置かれていますね。はい、それでは今回こちらのお部屋で一泊しますが楽しみですね。で、このお部屋の料金になりますが、今回は13,230円となっております。ただそれは2人で利用した際の1名あたりの料金でして、今回は1人なので貸切料金が必要になります。で、まあ基本的には2名で宿泊するお部屋ということで、今回1名不足分ですね、1名分の 50% の追加料金が必要なのでプラス8,270円で合計 21,500円となりました。まあちょっとどうしても1名だとね、高くなりがちなんですけど、2名で利用すれば1人当たり1万円ちょっとということで、ホテルの宿泊代プラス豪華な船旅代だと思えば、まあ全然いいんじゃないですかね。はい、それではこの船には他にもお部屋たくさんありますので、これから全て紹介します。そしてその後船内の豪華設備の方も紹介していきます。では、行きましょう。はい、それでは他のお部屋の紹介になりますが、こちらが最もリーズナブルなお部屋のツーリストのお部屋になりますね。で、ツーリストはこんな感じで向かい合いのカプセルベッド形式になってますね。ここは階段があって、上段ベッドがある形となってまして、で、隣に行くとこっちが下段ですね。下にベッドがある形となっております。奥ちょっと見てみます。中はこんな感じになってまして、まあ十分な広さがありますね。こちらまで足を伸ばすことできて、棚がついていてハンガーがあって、こっち側にはボトルホルダーがあります。ボトルホルダーとこちらライトとコンセントがついていると。そして、まあ、これ上カーテンありますんで、これを閉めれば、はい、こんな感じでプライベート性を保つことができるという形となっております。はい、でツーリストは内側のお部屋と外側のお部屋があるんですけど、外側のお部屋であればこんな感じで窓がついているので海の様子を望むことができます。ちなみにツーリストはレディース専用のお部屋もありまして、まあ、壁の色がちょっとピンク色になっていたり、中に入ってみるとこちらこんな感じでカーテンではなくブラインドがついてるんですね。多分ですけどこれ中からロックできるような仕様になってるんじゃないでしょうか。それとレディースのお部屋はツーリストにもかかわらずバスタオルがなんとついています。そして入り口にはセキュリティキーまでついていて安心です。次が新しくできましたコンフォートというお部屋です。先ほどのツーリストのお部屋と同じようにカプセルタイプのベッドがあるんですが、さっきのお部屋タイプよりも高さがあるのでベッドの上で立ち上がって、まあ、着替えたりすることができますね。もちろんカーテンもついてますし、中の様子はさっきのツーリストと似たような感じです。太平洋フェリーにもこういう高さのあるカプセルタイプのお部屋ありましたね。はい、次は一つグレードが上がりまして、こちらがファースト S シングルのお部屋です。こんな感じで完全個室タイプのお部屋となっておりまして、このお部屋からはアメニティにスリッパ、ナイトウェア、ミニタオルがついてきます。
お仕事なども快適にできそうな広々としたテーブルもありまして、湯沸かしポット、お茶、ティッシュ、消臭ミストが準備されています。それなりに大きなテレビがついているのも嬉しいですね。そしてこちら側、入り口のところには洗面台もあります。こちら歯ブラシ、ミニタオル、ハンドソープですね。いや正直このお部屋で十分だったんですけど、実は予約でいっぱいで今回こちらの部屋取れなかったんですよね。一人旅でこういう個室があるのは本当にありがたいです。次がこちら、同じカテゴリーのファースト B 和洋室になります。入ったところには下駄箱、そして洗面台がありまして、奥に進んでいくとこんな感じになっておりますね。手前側に和室、そして奥側には洋室スペースがあって、和室に布団を敷いて最大4名まで宿泊することができます。まあ、アメニティ類は先ほどのファーストシングルと同じものがあって、ふかふかの座布団もあります。そして奥にハンガー、クローゼットですね。でこっち側、洋室の方をもう一回見てみると、いやー大きなテレビがありますね。でこちらベッド脇はどうなってるかと言いますと、シンプルな作りでコンセントが2口ついてます。そしてベッドの横には広々とした窓があります。こう寝ながら外の景色を眺められそうですね。ファーストはもう一つ、こちら J 和室というお部屋もありまして、ここは完全にその名の通り和室タイプのお部屋となっております。ちょっとテーブルがさっきよりも大きいですかね。ただこのお部屋は窓の外を見ると、ご覧のように船の先頭の方の景色を眺めることができるというのがいいですね。はい、そして次はスイートとデラックスのお部屋に向かいますが、ご覧のように壁に貼り付けられているアートの質から全く違いますね。これはいやー、どんなお部屋なのかワクワクしてきますね。そして右手にはスイートデラックス専用の喫煙コーナーや自販機もあります。そしてさらに進んでいくと、これまた綺麗なアートですね。イチョウの葉ですか。フェリー京都ということで、ちょっと京都をイメージするようなアートですね。はい、そしてこちらに進んでいくと、ラグジュアリーなお部屋が待っています。はい、まずこちらですね、デラックス洋室になります。はい、では入っていきますが、カーペットにも模様があっておしゃれですね。そして大きなテレビに、これまでのお部屋よりも明らかに大きなベッドが並んでおります。いやもうこれはちょっとした贅沢なビジネスホテルといった感じですね。でこちらベッドサイドはしっかり2口コンセントがあって、モダンな作りになってます。このアクセントカラーの緑やベッドの裏の間接照明がとっても柔らかい雰囲気を演出してくれて、リラックスできそうですね。でここに空気清浄機もあって、広々としたテーブルがあります。いやこれだけ広かったらお仕事する時もはかどりそうですね。そして奥にはソファーがあって、何かと便利なサイドテーブルまでついてます。窓もとっても広々です。この辺のアメニティは今までのカテゴリーにはなかったアメニティですね。こちらの湯沸かし器はありましたが、下にはドライヤーですね。ドライヤーもあって、で下にはここが湯飲みか、湯飲み、お茶があります。そしてこちら側、反対側には冷蔵庫があります。でもうホテルと本当に同じような作りになってますんで、こちら側の扉を開けてみると、はい、まずお手洗いですね。お手洗いと当然バスタオルも準備されていて、右手を見てみるとこんな感じで思いっきり足を伸ばせそうなぐらいの広々としたバスタブがあります。でアメニティもボディーソープ、シャンプー、コンディショナーと揃ってますね。最後に入り口付近にあるクローゼットを開けてみると、毛布も入ってますね。で上にハンガー、消臭ミストとあります。はい、そしてこちらがこの船で最上級のお部屋です。まずはスイート B 和洋室になります。いやこれはすごい上等なホテルの一室ですね。手前側に洋室、奥側にある小上がりの和室がいい雰囲気ですね。いやこんな豪華だったら連泊したくなるわ。でこっち振り返ってみると、湯沸かしポットとか湯飲みの置き方もおしゃれで、下にちょっとした台、そしてその下には冷蔵庫があって、大きなテレビと奥にテーブルがあります。そして小上がり和室と、畳のいい香りがしますね。そしてこちら左手、なんと和室にもテレビが置かれています。なんと贅沢な、いやこの辺りの置物と間接照明もおしゃれですね。でベッドサイドも見ておきましょうか。こんな感じで、デラックスルームと仕様は同じですが、デザインがちょっとシックな感じになりましたね。
そして右手スイートルームのバスルームはこんな感じで、手前側におトイレ、真ん中に洗面台、奥にバスタブがあって、デラックスルームよりもさらに広々とした空間になっています。はい、そして最後にこちらがスイート A 洋室になります。中に入っていくと、あ、さっきの和洋室とちょっと絨毯の模様が変わりましたね。これはこれでまた素敵な雰囲気ですね。皆さん和洋室と洋室どっちが好みですかね、デザインは。で、奥のテーブルがちょっと異なるのかな。鏡が下から出てくるタイプですね。和洋室は鏡が壁に張り付いていました。で、こちらソファーは和洋室よりも明らかに大きいですね。余裕で大人一人足を伸ばすことができる、くつろげそうなソファーがあります。いやー、もうまるでラグジュアリーホテルですね。はい、乗船時はちょっと人が多すぎて取れなかったんですが、こちらエントランスのエリアで、入って右手にフロントがあるので、そこでお部屋の鍵をもらう形となってます。そして先ほどもちょっと見せましたが、新造船の一つの見どころでしょう、こちら真ん中に吹き抜けがあるんですね。まるで豪華ホテルのロビーみたいで、やっぱ吹き抜けのあるフェリーって開放的でいいですよね。で、これ真ん中がほら組子のようになっていて美しいデザインですよね。まあフェリー京都ということで、ちょっと京都の和の雰囲気をイメージしてるんですかね。そして吹き抜けの横のスペースですね、こっち奥の方行ってみると、ご覧のように壁紙っていうんですかね、写真撮影スポットがあって、やっぱり就航日ということで、ここでたくさんの人が乗船時は写真を撮っていました。はい、そしてエントランス奥の方に行くと、こちらプロムナードというエリアがあります。こちら椅子テーブルが並んでおりますが、奥の方にはカウンターテーブルもありますね。窓の側面のところにあるので、ここから景色を眺めながらゆっくりとくつろぐことができるスペースとなってます。こちら側の壁にはちょっとした模様が飾り付けられていて可愛らしいですね。こんなエリアもあります。テレビラウンジといって、腰掛けられる椅子がずらーっと並んでいて、正面にはテレビがあって、ここでゆっくりテレビを見ることができるということですね。はい、こちらがショップになりますが、まず入ったところはコーヒーがその場で引いて飲めるタイプのものが売られておりますね。こちらコーヒーがあって、で反対側にはなんと生ビール500円と、生ビール売店で売ってるところはあんま見たことがないですね。で、こっちは、博多明太子であったりハーゲンダッツ、そういったものがあって、で、アイスクリームもこんな感じで、たくさん並んでおりますね。はい、そして、こっちには一般的なスナック菓子が並んでいたり、この辺り、まあ、ドリンクとかゼリーとかチーズ、そういったものもありますね。で、こっちの方入っていくと、この辺スープやパンや、お茶漬け、味噌汁、そして、この辺りはずらーっと、まあ、明太せんべい、福岡のひよことかね、お土産類、福岡のお土産類がずらーっと並んでる感じですね。はい、そして逆側が、これが、名門太陽フェリーのグッズ類ですかね。グッズがこんな感じで、この真ん中のところにもタオルとか、タオルはまあお部屋タイプによってはないところもあるので、こんな感じでありますという感じで、こちらにはカップラーメン結構たくさんありますね。で、ここにはさっき反対側は福岡のお土産だったんですが、これ神戸とか、まあ大阪とか関西のお土産類がずらっと並んでおりますね。はい、で、真ん中は、こんな感じ、一般的なスナック類、そして、この辺は、まあ、おつまみですかね、お酒のおつまみとか、この辺は、まあ、お酒類も並んでおりまして、反対側行くとこの辺もスナック、グッズ、そして、日用品ですね、日用品忘れた場合でもここ売店で、取り揃えることができそうです。はい、そして奥の冷蔵庫の中にはこちらはお酒、ビールとかレモンドとかずらーっと、数多く取り揃えられておりますね。で、冷たいドリンクも、こちらマウントレーニア、コーヒー、野菜ジュース、牛乳、この辺はペットボトルのソフトドリンクがずらっと、十分な種類がありますね。はい、そして売店以外にもこちらには自販機コーナーがあります。中はこんな感じで結構たくさんの種類の自動販売機がありますね。ソフトドリンク、お酒、アイス、カップラーメンとあります。まあ、カップ麺があるのでもちろんお湯も準備されていて、お水もありますし、こちらには電子レンジもあります。ちなみに自販機のお酒類はこんな感じですね。ちょっとしたチューハイやビール類が並んでいます。はい、そして船内にゲームコーナーもありまして、中に入るとご覧のように UFO キャッチャー類ですかね、そして両替機もあって、こちらにはスロットがずらーっと並んでいますね。で、奥の方まで続いていて、こちらにも UFO キャッチャー類があるという感じです。
ちなみにコインロッカーもありますので、鍵がないお部屋、ツーリストの場合でもここに貴重品を預ければ大丈夫ですね。こちらとこっちにも大きなコインロッカーも準備されてます。エントランスのエリアにはこんな感じでキッズルームもありますね。とても開放的で密になりにくいような設計になってますね。テレビもついてます。そしてなんとこんな設備もありました。パウダールームですね。いやこれは他の船では見たことないんですけど、女優鏡、立派な鏡が準備されていて、いやこれは女性には嬉しい設備ですね。ミニゴミ箱やコンセントもついてます。そして奥には授乳室も準備されておりまして、小さいお子様連れの方にとってはありがたい設備ですね。はい、そしてこちらレストランにもやってきました。レストランご覧のように奥の方までずらーっと席が並んでおりまして、かなり開放的で広くなっていますね。そしてこちら側、左手には窓がありますので、窓際の席だったら海の景色、まあ夜の便なんで夜景ですかね、夜景を楽しみながらご飯を食べれますと。結構ね、関西発だったらこう神戸の夜景とかが見えたりするんですよね。はい、ここはまた食事の時に後でお世話になります。今はエントランスのある階の施設を紹介してきたので、次にもう一つ上の階に行ってみましょう。はい、階段上がってくると振り返るとこんな感じ、上から見る吹き抜けも綺麗ですね。あ、こちらには喫煙コーナーもあります。はい、上に行くとこちら展望ラウンジというエリアがありますね。ちょっと中に入ってみます。あ、こんな感じですね。今までのエリアよりも明らかに大きめの窓が側面にあって、こちらのソファーに腰掛けて海の景色や夜景を楽しむことができそうです。で、奥の方にもベンチタイプの椅子があって、まあ、壁を黒くしてより夜景を見やすくしているんですかね。で、振り返るとこんな感じで、あ、やっぱ窓が大きいですね。で、下には九州や関西の観光案内がありますね。瀬戸内海航路なので、ご覧の3つの瀬戸内海の大きな橋をくぐる景色を見ることもできます。ご覧のように何時頃通過するっていうのも丁寧に書かれていますね。で、上の階にもお水自動販売機は準備されていますね。で、こっち側にも下の階よりもちょっとコンパクトなテレビラウンジがあります。はい、そしてこちらのフロアには大浴場があるんですが、こちら混雑状況を表すパネルがありますね。いや、中はどんな感じなのかちょっと入っていきましょう。まあやっぱフェリー旅の一つの醍醐味と言っていいでしょうからね。この大きな浴槽に使ってゆったりできる大浴場を楽しみにしている人も多いと思いますが、はい、まず脱衣室ですね。鍵付きのロッカーで貴重品があっても安心で、こちら側洗面台ですね。当然ピカピカです。はい、そして浴室はどうなっているのか、こんな感じとなっております。あ、すごい、浴槽が3つもついてますね。なんか今までのフェリーだったら2つが多かったと思うんですけど、これは広々としています。そして大きな窓がついていて、まあ今は奥の方に海が見えますけど、夜だったら夜景、朝だったら日の出を望めそうですね。こちらは女性の大浴場となっておりまして、ここには脱衣スペース、男性とロッカータイプが異なってますね。女性の方は縦長のロッカーです。で、こっち側奥の方に洗面台がずらりと並んでおります。はい、そしてこちらはトラックドライバーさん専用のドライバーズルームというお部屋になっております。まあ、さっき紹介したファースト S シングルと似たような作りなんですが、違いは洗面台がこちらにはないということですね。ドライバールームのエリアにはこちらドライバー専用のお手洗いもありまして、中には右手にコインランドリー、そして左手に洗面台、奥の方にトイレがあります。こんな場所もあります。ドライバーサロンといって、中にはテーブル椅子が並んでいて、一角に喫煙スペースがあります。そしてこの辺はお水、製氷機、電子レンジと、まあ、ドライバーじゃないのでわからないんですけど、ここが団らんのスペースになるんですかね。こちら側にはテレビ、そして自動販売機、お酒も売ってますね。そしてもう一つ、これ驚いたんですが、ドライバー浴室というものがあります。まあ大浴場よりはかなりコンパクトな作りになっているんですが、ドライバーさんしか入れない場所ということで、大浴場が混雑していたり、パッと入りたいときはこっちを使うのがいいんですかね。はい、今展望デッキの方に出てきまして、ご覧のように上に煙突がそびえ立っておりますが、こっち側側面にたくさんの人が今おりまして、就航セレモニーといいますかね、紙テープが飛んだりそういったものがあるかと思いますので、僕も外にやってきました。まもなく19時50分出航でございます。で、これほらちょっと心配なんですけど、8時から雨の予報になってまして、今まだギリギリ降ってないので、この就航セレモニーの間だけでもぜひ降らないでいてほしいんですけどね。
あ、なんか人があっちほら奥の方に集まってきてますね。風船を持っているスタッフさんもいるんで、多分あれが上に上がっていくのかなと思います。はい、そして時間になりまして、ご覧のようにお見送りの人がたくさんおりまして、ペンライトでこっちに向かって手を振ってくれておりますね。いやー素敵です。僕もペンライトほらこうやって持ってるんでね、これで振ってバイバイと。あ、風船がこっちの方上がっていっておりますけどね。あー、これはいいわ。はい、ということで汽笛を鳴らして今出航しておりまして、あ、風船が上がっております。綺麗ですねこれ。いや素敵な雰囲気でございます。まあ以前初めての初便乗った経験でいうと、東京九州フェリーソレイユで新門司から神奈川の横須賀に向けて出発したのに乗ったんですけど、その時はこういうセレモニーはね、浜湯の方はやってたと思うんですけど、もう見ることできなかったんでね。やっぱいいもんですね、もう初便の特別感と言いますか。いやーこれはめでたいことでございます。はい、さよならということで、これから約12時間かけて新門司に向かいます。もう完全にね、こんな感じ、左手本当にたくさんの人たちがデッキに出てきまして、まあ普段はこれ空いていないスペースなんですけど、今日は初便ということで特別にこのセレモニーの時だけ、この部分開放しております。もうほとんどの人たちが多分船に乗ってる人外出てきてるんじゃないでしょうかね。いやでもね、僕こうやってペンライト振ってるんですけど、結構多くの人はこうペンライトどうなんだろうね、お部屋になかったのかどうかわからないですけど、みんなカメラで写真を撮ることで必死で、ペンライトは振ってる人は意外と少数派でしたね。これみんなで振ったらもっといい雰囲気になるとは思うんですけどね。はい、進み出したら早いものであっという間にこちらの方にやってきました。今見えるこれオレンジフェリーは全長199メートルありますんで、今乗っている名門太陽フェリーフェリー京都は195メートルで、まあ大体同じぐらいの長さなんですよね。でまだね、190メートル超えは、こっちの方にロープで縛るためかよくわからないですけど、この真ん中の部分しか止めることができない、新しく新設した部分というふうになってるんですよね。この右側は、まあ、フェリー大阪2、フェリー北九州2、183メートルの船が止まるところなんで、ちょっと向こうの方に引っ込んでいますよね。こっち側が一番大きい船を止めるので出っ張っています。はい、出航いたしまして、まあ、また明石海峡大橋を通るあたりで外に出てきましょうかね。雨が降らなきゃいいんですけどね。じゃあこれからちょっとお腹空いたんで、レストラン夕食の方行きましょうか。はい、ではレストランで夕食いただきますが、今はなんと見てください、これほらキャンペーンをやっておりまして、就航記念で本来は1600円の夕食バイキングが1000円でいただけるんですよね。朝食もこうやって割り引かれていて、でセットだと安くなるんですよね。夕食朝食で多分200円ぐらいかな。なんでこのセットで、ね、いただこうと思いますが、いやバイキング1000円でいただけるって聞いたことないですよね。これは楽しみですね。でアルコールはこんな感じになってまして、瓶 ビールや生ビール、ワイン等が準備されています。ちなみに夕食バイキングは19時から20時半までの営業です。はい、バイキング取ってきました。いやこれは1000円のクオリティでは
ないですよ、まあ、本来は1600円なんですけど、それでもね1000円台でこの豪華バイキングは本当にテンション上がりますよね。もう牛ステーキにトントロにカキフライ、そしてチキン南蛮、ちょっとお肉ばっかなんですけどね、まあ、お魚サワラもありますし、こちら僕の大好きな耳側です。はい、耳側もあってもつ鍋と、なんかあれですね、フェリー大阪2だと刺身が2種類くらいあったんですけどね、また刺身はやっぱねちょっと鮮度がいまいちだったっていうのはあって、まあ、僕は正直この肉類があれば十分でございます。でまあ、席にこういうやつを置いといて、この席使用中ですという時に、まあ、お部屋とかに忘れ物してもこれを置いとけば大丈夫という感じですかね。でこれクイズでどこの国旗って書いてますけど、僕結構ねチリが大好きで国旗マニアなんですけど、でサッカーとか見てると結構国旗が出てくるんで、それでいろいろ覚えたんですけどね、これは僕でも分からなかったですね。この国旗分かりますか皆さん。はい、裏面に書いてます、ジブチが答えになります。これ分かった人は相当のチリマニア、国旗マニアですね。はい、じゃあ食べてみます。まずはこの、まあ、メインと言いますかね、牛ステーキを食べてみますよ。いただきます。うん、めっちゃ柔らかいし、このタレがとってもさっぱりしていて、スルリとお腹の中に入っていきますね。肉の風味もしっかりしててね、美味しいですよ牛ステーキ。はい、そしてカキフライ、いやこの冬確か初めてカキ食べるんじゃないですかね。美味しそう。うん、いやうまい。見てこれ、ほら普通にプリプリのカキが入ってますね。これも最高だ。はい、そして、僕これ好きなんですよ。これ耳ガーね、以前乗った時モモンガとかわけのわからんこと言ってましたよね。耳ガーです、耳ガー。いただきます。うん、いやこのコリコリの食感が最高ですよね。それでありながらもちゃんと鶏の風味が口に広がりますし、これはビールが飲みたくなる食事のトップクラスに入ってきますね。まあ飲んでないんですけどね、友達とかと来たら間違いなく飲むでしょうね。いや名門太陽フェリーはこのバイキングのコスパが本当に素晴らしいのが一つの大きな醍醐味ですよね。1600円でも安いんですけど、今キャンペーンで1000円って信じられないですよ。このキャンペーンは1月15日までやってるみたいなんでね、ぜひ皆さんも乗ってこちらのバイキング楽しんでみてください。はい、そしてご飯食べ終わって、ご覧のように明石海峡大橋を今からくぐろうとしています。時刻は9時過ぎですね。いやこれはまた大迫力で、今日はね残念ながらちょっと今外雨が降っているので、この手前側に結構人が並んでシャッターを鳴らす音が聞こえるかもしれませんがね、いやここからでも十分雨に濡れないところから、いや綺麗な景色が望めますねこれ。はい、今通り過ぎております。まあ、できればこれ煙突を映したかったんですけど、今日はちょっと雨なんでね、まあ、もし晴れの時の景観を見たい人は また別にこの瀬戸内海航路たくさん動画上げておりますのでね、そっちの動画もぜひ見てみてください。いやでも何回見てもこの橋をくぐる景観っていうのはとっても綺麗ですよね。やっぱ瀬戸内海航路のこれはまた一つの醍醐味でございます。こうバイキングで美味しい食事を食べて、さらにこういう夜景景色を楽しむこともできるんですよね。明石海峡大橋は今通過しましたが、瀬戸大橋は0時30分、来島海峡大橋は1時25分通過と、まあさすがにねこの時間は寝ているとは思うんですけど、夜更かしすればさらに橋も見ることができますと。で、各施設の営業時間はこんな感じとなってます。大浴場は24時までオープンしてますね。はい、お部屋に戻ってきましたが、今日は僕と同じようにこうカメラを回してる人もいれば一般のお客さんもいるでしょうし、気になったのは結構団体のお客さんがいましたね。はい、それはちょっと驚きました。はい、ではお風呂に入って寝ようと思うんですが、まあお部屋の中にシャワーはあるんですが、せっかく乗ったので大浴場の方に行きたいと思います。いやー大浴場めっちゃ気持ちよかったですね。思いっきり足を伸ばしてリラックスできました。で、もうすぐ寝ようと思いますが、こうベッドで横になってもこんな感じで目の前に大きなテレビがあるんで、ここでテレビ楽しむことができますね。ちなみに今位置としてはこんな感じですね。淡路島をちょっと通り過ぎて香川県あたりに入ってきています。
ちなみにテレビは普通に映りましたよ。地上波のちょっと画質が悪くはなりますけど見ることができましたね。 BS だったらとっても高画質でした。そして携帯の電波なんですけど、今ここ上見て分かる通り1本なんです。まあ、窓際だったらほぼほぼ問題なく YouTube とかも見れましたんで、ネットサーフを楽しむことができますね。まあこれフェリーあるあるなんですけど、窓際だったら電波は困らない程度に立っていて、内側の部屋だとどうしても電波が届かないんですよね。なのでネットサーフしたい人はパブリックスペースに行くか、窓際のお部屋を予約することをお勧めします。はい、それでは寝ようと思います。瀬戸内海航路は本当に揺れがないですね。今日みたいな雨の日だと太平洋航路とか日本海航路だったら結構揺れることがあるんですが、いややっぱ瀬戸内海の船旅は最高です。これだけ穏やかだったらぐっすりと眠ることができそうですね。で、明日は朝食が6時40分からなんで、今11時頃で7時間ぐらいたっぷり寝れそうですね。はい、ではおやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりまして、まだ外は真っ暗なんですけどね、こんな感じで、で今いる場所はここですね。ほら、もうちょっとで新門司港に到着ということで、まああと1時間半ぐらいになるんですかね。いやでもほんとね、さっき寝る前にも言ったんですけど、全然揺れてないです。もう船本当に走ってんのかなっていうぐらいでね、快適に眠ることができましたね。はい、それでは今シャワー浴びたんで、これから朝食に向かいます。はい、朝食バイキング6時40分から8時10分ということで入っていきます。はい、朝食バイキング取ってきました。こんな感じとなっておりまして、とっても多種多様で栄養価の取れそうな素晴らしい朝食でございます。なんかね、この和食をたくさん取ったんですけど、パンっていうアンバランスさが、なんでご飯と味噌汁じゃないんだって思いの方もいるかもしれませんが、なんか知らないけどパンが今は食べたい気分だったのでパンを取ってきました。で、昨日はこれね、知らない国旗だったんですが、皆さんはこれどこの国旗か分かりますかね。僕はこれは分かりましたよ。デンマークですよね、これはね。はい、こちら正解、デンマークでした。まあ、サッカーが強い国だったらね、すぐにパッと僕の場合は出てくるんですが、皆さんは分かったでしょうか。食後にちょっと展望ラウンジに行ってみたんですけど、やっぱこの展望ラウンジは中が薄暗いせいか、外の景色がとってもいい感じに際立って見えますね。曇ってはいますが、これでもやっぱり日がちょっと出てくると海の景色がとっても綺麗ですね。あ、こちら奥の方に陸が見えてきました。はい、お部屋に戻ってきましたが、やっぱ日が出てくるとご覧のようにお部屋の窓からでも綺麗に海が望めますね。まあ、もし晴れていれば日の出とかね、とっても綺麗に見えると思うんですけど、今日は残念ながら見えません。はい、もうすぐ新門司港到着でございます。はい、時刻は8時13分で、今新門司港に到着しました。ご覧のように奥の方にいくつか船が見えますが、これは一番手前側がオーシャン東急フェリーですね。ここ新門司港から東京有明東京港に向かうフェリー、そして奥に並んでいる2つが、阪急フェリーですね。この名門太陽フェリーと同じように新門司から関西に向かう便となっております。ただ名門太陽フェリーは大阪南港に向かうんですが、あの阪急フェリーは神戸港と泉大津と違う港に向かうんですよね。なので旅の目的に合わせて、まあ使い分けるといった感じになるんでしょうか。で、以前紹介していますが、この右側ですね、こっち側にちょこんとターミナルがありますが、これが東京九州フェリーの新ターミナルになりますね。東京九州フェリーは夜に出て夜に到着する便なんで、まあ、今ここ何もいない状態となっております。で、名門太陽フェリーの港は
こちら側、今左手向かっているところになりますね。もうすぐ到着となります。はい、で到着してからなんですが、こちらの新門司港はさっきの大阪南港とは違って鉄道は乗り入れておりませんので、こちら真ん中バスが見えると思いますが、連絡バスを使って門司駅経由して小倉駅に向かうことができますので、これから僕はこれに乗って小倉に向かいます。そして反対側を見てみたら、ご覧のようにタグボートが着岸のお手伝いをしておりました。ちっちゃなボートなんですけどね、これが縁の下の力持ちとして重要な役割を果たしています。いやー、改めまして名門太陽フェリーいかがだったでしょうか。やっぱり新造船なんで当然内装お部屋はとっても快適でしたし、本当に静かでしたね。エンジンとかも改良されていると思いますので、瀬戸内海なんで揺れも少なく、そしてやはりねこの瀬戸内海新門司と関西を結ぶ便はダイヤが素晴らしいですよね。夜の8時頃に出発して到着が8時半ということで、よしこれから目覚めて観光を開始するぞっていう時間としてちょうどいいですよね。本当に皆さんもぜひ関西九州間の移動でこちらの名門太陽フェリー使ってみて、いつもとは違う旅気分を味わってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。